ファイナルファンタジーシリーズファイナルファンタジー14ファイナルファンタジー14はスクウェアエニックスが開発したファイナルファンタジーシリーズのナンバリングタイトル第14作目に当たりファイナルファンタジー11以来2作目の MMORPG。Windows 版がオリジナルとなるのはシリーズ初である。Windows 版は2010年9月30日に発売されたが サービス開始初期の状態に不備、不全が多かったため、2010年12月に運営体制を一新する。2012年12月31日、再始動に向けサービスが一旦終了した。体制一新後は、旧版のエフェ,フェクシブの改修と並行して後継となる新たなグラフィックスエンジンとサーバーを使った、ファイナルファンタジー14 申請、新生エオルゼアを2012年末サービス再開予定で、開発が行われていたが大幅に遅れることとなった。その後は2012年末のアルファーテスト、2013年春からの、ベータテストフェーズ1及び2を経て、2013年5月24日、新生 f f ェフェクシブの、発売日及びサービス開始日を公式に発表し、予約を開始。 同年8月27日に正式に発売された。なお、プレイステーション3版は、当初2011年3月上旬、発売予定であったが、旧版での発売が中止となり、新生エフ,エフェ FFXIV からの対応となったため、2013年8月27日に、Windows 版と同時発売という形となった。また、 2013年の E3 にてプレイステーション4版を開発中であることが発表された。PS4 版はベータテストを本体の発売日と同日の2014年2月22日に開始し、正式サービスはそれから2ヶ月後の同年4月14日に開始された。本校では旧版と申請版の双方について記述する。旧版。 根性版などの通称で呼ばれ2.0以降の申請版とは区別される。推奨性能として発売当時のハイエンド級を要求しており、発売に先駆けてベンチマークソフトであるファイナルファンタジー14オフィシャルベンチマークが公開。パソコンメーカー各社より FF14 推奨パソコンが発売されたり、パソコンショップで ハイエンドのグラフィックボードが飛ぶように売れるといったエフェフェクシブ特需というべき現象が見られた。しかし、実際に正式サービスが始まって以降はユーザーインターフェースの構造問題、多くの深刻なバグ、システム上、あるいは仕様上の欠点、欠陥、メールシステムなどのインフラの欠如、コンテンツの無さ、ゲームバランスの問題など、 MMO ゲームとしての基本的システムについての不満がユーザーより数多く出るようになった。これらの不満点はベータテスト時代から報告が出ていたが実際には正式サービスまでに改善されることはなかったものである。そのため無料期間を延長する等の措置を行うも不満の声は収まらずついには公式サイトにおいて スクウェアエニックス社長である和田洋一によるお客様からファイナルファンタジーとしてご期待いただいている水準に達していないと深く反省するとともに心よりお詫び申し上げますとの謝罪文とプロデューサーの鋼鉄も含む開発体制の大幅な刷新当面の課金無料の継続とプレイステーション3版の発売延期を発表するに至ったその後開発を 根本,本からやり直した申請エフェクティブへの移行計画が発表されたため、本バージョンはわずか2年で終了することになった。ただし、申請エフェクティブの開発が遅れているため、正式サービス終了後の11月21日より、旧休フェクティブのサーバー再起動が始まるも12月31日に終了した。申請エフェクティブに引き継がれる。 プレイヤーのデータは2012年11月1日に行われたキャラクターデータ最終セーブメンテナンス時点のものと告知されており延長稼働分のプレイは反映されない申請版への移行はゲーム内ではエオルゼアンの激変というストーリーの一環として扱われ申請後は新たなストーリーへと完全に移行するため旧版のイベントはプレイ不可能となる 公式サイトでは、旧版のエンディングに相当する第70歳の、結末を描いた6分弱のムービー、時代の終演が公開されている。なお、開発チームのスタッフは、チーム内で、本バージョンを、申請版と区別する際に、根性版エフェ,フェクシブと呼称している。由来は、開発を根性でやらないといけないから。あくまでも、非公式の社内方言であるが、一部の、 ゲーム系メディアでも、稼働終了後は、現行版の代わりに、根性版と記載する記事が見られる。ファイナルファンタジー14新生エオルゼアは、旧版から大幅な変更が加えられた新バージョンである。現在、エフェクシブを新規でプレイする場合、旧版の内容はスキップされ2.0からのスタートとなる。2013年2月中旬から8月まで、 申請版のベータテストが行われた。発表当初のロードマップでは2012年10月に申請クライアントの配布が始まり旧版終了後1ヶ月半ほどの11月中旬からは申請版に切り替わるはずであったが実際には開発が遅れて旧版の終了から申請、FF、エフェクシブ開始の間に大幅な空白期間が生じることになった。UI の一新。 戦闘システムにおける大幅な変更、マップの全変更など、旧、ファイナルファンタジー14とは全く別のゲームに変わる。マップの全変更については、マップにおける変更点の数とムービー、時代の終演における演出を絡めている箇所が見られる。描画エンジンをはじめとした、開発用のエンジンを刷新しており、クリスタルツールズでもルミナススタジオでもない。 専用のエンジンを開発した。これには、橋本義久をはじめ、ルミナススタジオの開発チームの多くもエンジン開発に加わったという。旧ファイナルファンタジー14において育成されたキャラクターに関しては、既存のゲームサーバーにそのまま引き継がれる。引き継ぎされたキャラは、しばらくの間新設される、ゲームサーバーに移転することはできない。 新規キャラクターを制作する場合は、既存のゲームサーバーを含め自由に作成でき、制約はない。旧ファイナルファンタジー1 XIV のプレイヤーが新設される、ゲームサーバーにおいてプレイする場合、キャラクターを新たに作成する必要がある。ファイナルファンタジー1 XIV、天のイシュガルドは、初となる拡張ディスクで、新マップ、新ジョブ、 新種族などが追加された新バージョンである。2015年6月23日発売。ファイナルファンタジー y XIV グレンの解放者は、装天のイシュガルドに続く第2弾の拡張ディスクである。PS3 版はサポートが終了し、パッチ的用語は起動そのものが不可能となる。2017年6月20日発売。ファイナルファンタジー y XIV 漆黒の反逆者は、グレンのリベレーターに続く、第3弾の拡張ディスク。Windows 版32ビートスと DirectX-9 は、サポートされなくなる。2019年7月2日発売。ファイナルファンタジー14行月の終焉は、漆黒のヴィランズに続く第4弾の拡張ディスク。2021年12月7日発売。 ファイナルファンタジー14神聖エオルゼアファイナルファンタジー14蒼天のイシュガルドファイナルファンタジー14グレンのリベレーターファイナルファンタジー14漆黒のヴィランズファイナルファンタジー14行月のフィナーレでは以下の4つの環境が提供される Windows パソコンプレイステーション 4プレイステーション5マックパソコン以上に加え、ブロードバンド環境及び、プレイステーション4とプレイステーション5版の場合は、プレイステーションネットワークの ID が必要となる。なお、ファイナルファンタジー14、新生エオルゼアより、サービスが提供されていた、プレイステーション3版は、2017年6月16日パッチ4.0実装をもって、サポートが終了した。 また、ゲームをプレイするのに必要なソフトのバージョンは以下の通りである。ソフト価格等の詳細については公式サイトを参照のこと。パッチ5.3でスターターパックおよびフリートライアルのプレイ権利が拡大された。パッチ6.0をもってパッケージ版の販売が終了し、ダウンロード販売のみとなった。Windows パソコン、PlayStation4、PlayStation5、 マックパソコン、ファイナルファンタジー14、新生エオルゼアと、ファイナルファンタジー14、蒼天のイシュガルドのソフトのみ。以降の拡張パッケージは含まれない。ファイナルファンタジー14、新生エオルゼア、ファイナルファンタジー14、蒼天のイシュガルド、ファイナルファンタジー14、グレンのリベレーター、ファイナルファンタジー14、漆黒のヴィランズ。 ファイナルファンタジー14行月のフィナーレがセットになったパッケージプレイするにはファイナルファンタジー14新生エオルゼアファイナルファンタジー14オンラインスターターパック2021年12月6日以前に販売されていたファイナルファンタジー14コンプリートパックのいずれかのソフトとレジストレーションコードが必要だがファイナルファンタジー14 グレンのリベレーター及び、ファイナルファンタジー14、漆黒のヴィランズのソフトも内部に含まれており、神聖エオルゼア、蒼天のイシュガルドのプレイ権利のみ所持している場合でも、このソフトを購入することで、グレンのリベレーター以降のコンテンツもプレイ可能。神聖エオルゼア、蒼天のイシュガルド、グレンのリベレーター。 漆黒のヴィランズ分の特典も付属、制限付きで、ファイナルファンタジー14、新生エオルゼア及び、ファイナルファンタジー14、装典のイシュガルドを無料で、プレイ可能。詳細については、フリートライアル公式サイトを参照のこと。販売終了したバージョン、ファイナルファンタジー14、新生エオルゼアと、ファイナルファンタジー14、 装典のイシュガルドがセットになったパッケージ。いずれも、Windows パソコン版、PlayStation 3版、PlayStation 4版、Final Fantasy XIV、新生エオルゼアから、Final Fantasy XIV、グレンのリベレーターまでがセットになったパッケージ。Final Fantasy XIV、新生エオルゼアのソフトのみ。拡張パッケージは含まれない。Final Fantasy XIV、申請、 エオルゼアから、ファイナルファンタジー14、漆黒のヴィランズまでがセットになったパッケージ。いずれも、Windows パソコン版、PlayStation 4版、制限付きで、ファイナルファンタジー14、i v 申請、エオルゼアを無料で、プレイ可能。いずれも、Windows パソコン版、PlayStation 4版、Mac パソコン版、ファイナルファンタジー14、i v 申請、エオルゼアから、 ファイナルファンタジー14漆黒のヴィランズまでがセットになったパッケージファイナルファンタジー14新生エオルゼアからファイナルファンタジー14グレンのリベレーターまでがセットになったパッケージファイナルファンタジー14新生エオルゼアのソフトのみ拡張パッケージは含まれないファイナルファンタジー14新生エオルゼアからファイナルファンタジー14 漆黒のヴィランズまでがセットになったパッケージコレクターズエディションはインゲームアイテムやサウンドトラック、アートブックをはじめとした様々な特典が付属する。なお、通常版、コレクターズエディション版を問わず予約特典付きを購入した場合は予約特典としてインゲームアイテム及び数量限定で先行ログイン券を獲得することができる。また、通常版から コレクターズエディションにアップグレードするデジタルアップグレードが提供されている。デジタルアップグレードにおける特典はインゲームアイテムのみでありパッケージ版コレクターズエディションに付属する。それ以外の特典は手に入らない。9。ファイナルファンタジー14のプレイヤーには無償でファイナルファンタジー14新生オルゼアのソフトがダウンロード提供される。9。 ファイナルファンタジー14においてコレクターズエディションを購入していた場合サービスアカウントにレジストレーションコードが紐付けされていれば自動的にコレクターズエディション扱いになりインゲームアイテムを入手することが可能であるただし予約特典のインゲームアイテムは新しいパッケージを購入しないと手に入らないエフェフェクシブを購入すると30日間の 無料プレイ期間が設けられているが、以降もプレイを継続する場合は、以下のプランを契約する必要がある。なお、プランの契約料金等の詳細については、公式サイトを参照のこと。エントリー及びスタンダードプランより、高級的に割引料金で利用でき、その他の特典も付属するキャンペーン。申請エフェクシブのベータテスト開始までの間に、 旧版のサービス利用料金を90日以上支払った人が対象。現在の動作環境5.0より動作環境の引き上げが行われているため注意が必要。Windows 必要動作環境は Windows 推奨動作環境 PlayStation 4 PlayStation 5 Mac 必要動作環境 Apple s i l 搭載モデルには非対応公式サイトの価格対応機種より 旧版の当初は18ワールドであったが、後に10ワールドに統合された。括弧内は、旧サーバ名での組み合わせ。サービス一時終了後、欧米にもデータセンターが設置され、既存の10ワールドの内語ワールドが、欧米に移された。新生エオルゼア開始時に40ワールドが新設された。内訳は、日本データセンターと欧米データセンターで、それぞれ20ワールドずつ。 さらに、欧米データセンターのワールドのうち5つが、欧州向けとなる。その後、ユーザ数の増加による影響で、サーバ増強、移転が行われ、グレンのリベレーター開始時点でのワールド数は67、ワールドと、申請と比べて大幅に増えている。内訳は、日本データセンターが32ワールド、北米データセンターが25ワールド、欧州データセンターが10ワールドとなっている。 その後も、海外ユーザーの増加に伴い、北米、欧州データセンターの拡張と既存サーバの整理が行われ、漆黒のビランズ開始時点でのワールド数は68ワールドとなっている。内訳は、日本データセンターが32ワールド、北米データセンターが24ワールド、欧州データセンターが12ワールドとなっている。ファイナルファンタジー14 行月のフィナーレの Windows 用ベンチマークソフトが用意されており、公式サイトからダウンロードすることができる。武器を変更するだけでクラスチェンジできるシステム。プレイヤーはゲーム開始後、剣術師や操術師など各武器、魔法の扱いに長けたクラスにつく。パッチ3.0以前ではアディショナルアクションという名称で、 各クラスでレベルを上げ習得した技能は制限付きで他のクラスでも使用することができたがパッチ4.0よりロールアクションという名称となり LV ごとに各ロールに共通するアクションを覚え同じロール同士で使用するスタイルに変更となった戦闘色は役割によってタンク、DPS、ヒーラーのいずれかに分類されるさらに DPS はメレー、レンジ キャスターの3種類に分かれる。戦闘職の各クラスで特定の条件を満たすことで、より能力が特化されたジョブ状態へとジョブチェンジできるシステム。パッチ3.0から追加された暗黒騎士、気候士、先制術士は前提となるクラスがなく、パッチ2.5のメインクエストをコンプリートすることで解放される。開始 LV は30となる。 クラスはないが前述のアーマリーシステムは継続され、武器を変更することで強制的にジョブチェンジされる。パッチ5.3以前は拡張ディスク、装填のイシュガルドの権利を所持している必要があったが、現在は前述のプレイ権利が拡大したことにより、取得制限は撤廃されている。パッチ4.0から追加された、サムライ、赤間同士も前提となるクラスはなし。 拡張ディスク、グレンのリベレーターの権利を、所持済みであり、かつキャラクターの所持している、クラスジョブのうちどれか一つの LV を50以上に、すると解放される。開始 LV は50となる。パッチ4.5から追加された初のリミテッドジョブ、青魔同士も、前提となるクラスはなし。拡張ディスク、グレンのリベレーターの権利を、所持済みであり、かつ、パッチ2.0の、 メインクエストをコンプリートすると解放される。開始 LV は1からとなる。パッチ5.45実装時点では上限 LV が70となる。リミテッドジョブは各種コンテンツへの参加制限があったり、メインクエストが進められないと既存ジョブとは異なる。扱いとなる。パッチ5.0から追加されたガンブレーカー、踊り子も前提クラスはなし。拡張ディスク。 漆黒のヴィランズの権利を所持済みであり、かつキャラクターの所持している、クラスジョブのうちどれか一つの LV を60以上に、すると解放される。開始 LV は60となる。パッチ6.0から追加された、ディーパー、賢者も、前提クラスはなし。拡張ディスク、行月のフィナーレの権利を所持済みであり、かつキャラクターの所持している、 クラスジョブのうちどれか一つの LV を70以上に、すると解放される。開始 LV は70となる。敵を選んで、オートアタックやアクションを実行することで攻撃する、オーソドックスなターゲット形式が採用されている。主な攻撃方法として、オートアタック、ウェポンスキル、魔法、アビリティの4種類があり、どれも有効範囲内に移動して実行することで、攻撃や回復。 バフでバフの付与を行う。特定のアクションを順番通りに実行することで、コンボを発動させ、ダメージアップなどの追加効果を得られるものもある。また、ダンジョンやクエスト内などにおいて、特定の設置オブジェクトを利用して攻撃するギミックも存在する。ウェポンスキルと魔法、アビリティには、キャストタイムとリキャストタイムが設定されている。キャスト中や、 リキャスト中はアクションを使用できないこと、リキャストタイムを共有しているアクションがあることから、使うアクションの選択とタイミングが重要となる。敵がどのキャラクターに対して攻撃するかを決定する敵視は、キャラクターの行動によって変化する。特にパーティーを組んでいる時は、DPS やヒーラーが攻撃されないよう、 タンクが敵視アップの効果がついた永続バフを付与するアビリティを使用して戦闘する。ただし、敵視に関係なく、ランダムターゲットで攻撃したり、設置してある特定のオブジェクトの操作に対して反応する敵もいるため、敵視にだけ注意していれば良いわけではない。フ請、FFXIV では特殊攻撃の攻撃範囲が視覚的に表示されるようになり、 全体的なバトルのテンポが速くなったため、時に秒単人を見極めた上で行動するシビアな操作を要求されることもある。パーティーを組んでいる時にのみ発動できる特殊なアクションとしてリミットブレイクがある。リミットブレイクには敵から受けるダメージの軽減、敵単体やハニーに大ダメージ、仲間の蘇生や回復など戦況を覆す強力な効果があり、 特にボス戦では重要な攻略の鍵となることもある。リミットブレイクを発動させるためには、戦闘や特殊動作も存在するにより蓄積される、リミットゲージを必要レベルまで貯める必要がある。リミットブレイクには、パーティー人数による最大レベルが設定されており、4人以上8人未満のライトパーティーでは、レベル2、8人のフルパーティーでは、レベル3までとなる。 パッチ5.0にて TP が廃止され MP が全クラス共通で1万固定となった。一般的 MMORPG のクエストの中でも繰り返し受諾できるものをこのゲームではリーブと呼ぶ。一定時間ごとに受諾権と呼ばれる権利を得ることができ、この範囲内であれば繰り返し受諾が可能。 各都市の冒険者ギルドや拠点にいる受託 NPC より受けることができ、アイテム納品や特定目的の達成で報酬を得られる。ゲーム設定上では冒険者の主仕事として扱われ、これを繰り返し受けることが過業であるとされる。2020年12月8日のパッチ5.4、リリース時点で3700クエスト以上存在。だいぶすると、メインクエスト。 サブクエスト、コンテンツ解放クエスト、クラスジョブクエストに分類される。メインクエストは、FF14 のメインとなるストーリーを描いたクエスト。キャラクターのレベルが上がることで、順次クエストを受注可能になる。なお、下記の、サブクエスト、コンテンツ解放クエスト、クラスジョブクエストはこのメインクエストを進めないと、解放されないものがほとんどで、ゲームを進める上で、 必ずプレイしなければならないクエストになる。上記、メインクエストを進めるか、キャラクターのレベルを上げることで順次解放されるクエスト。ストーリーが濃厚なクエストから、お使いクエストまで多岐にわたる。なお、このクエストはプレイヤーが、任意に実施するか否かを選択でき。 サブクエストを進めなくてもキャラクターの強さなどには影響しない。ただし、サブクエストをクリアしたことにより、メインクエストや他のサブクエストで登場する、NPC の会話が変化したり、特別なカットシーンが追加される場合が存在する。ダンジョン、討伐討滅戦、その他コンテンツやシステム解放を行うためのクエスト。メインストーリーを進めるか。 特定のサブクエストをクリアすることで発生する。サブクエストマークの左下にマークが付随されており、公式が積極的なクエスト受注を進めている。プレイヤーが選択したクラスジョブ専用のクエスト。受注やクリアをすることで強力なアクションを入手することがある。クラフターギャザラー及び戦闘職で LV1 から30までをクラスクエストという。 戦闘職が LV30 から70までをジョブクエストという。戦闘職のクラスを LV30 まで上げ、LV30 のクラスクエストを完了報告をするとジョブクエストを受注することができるようになり、クエストをクリアすることでソウルストーンというアイテムを入手する。これを装備することでクラスが上位互換であるジョブに変更し、 攻撃力や防御力等が上昇する。また、ジョブ専用の強力なアクションを覚えるようになる。パッチ5.0から実装された、ジョブクエストに代わる、各ロール専用のクエスト。タンクロール、ヒアラーロール、物理 DPS ロール、魔法 DPS ロールにそれぞれ用意されており、5.0メインクエストを完遂するためにいずれか一つは、必ず受注、クリアしなければならない。 パッチ5.0での核、ロールクエストは、かつてノルブラントで活躍し、後に大罪人となった、光の戦士たちの足跡をたどる内容となる。パッチ6.0では、物理 DPS ロールが、近接物理 DPS ロール、遠隔物理 DPS ロールの2種類となり、ロールクエストの合計が5種類となった。5.0と違い、 メインクエストの完遂に必須ではなくなり、現所世界で繰り広げられるストーリーとなっている。各コンテンツ名称により難易度が設定されている。4人のパーティ編成でクリアを目指す、インスタンスダンジョン、8人のパーティ編成で、ボスキャラクターの投破を目指す、討伐、討滅戦、ノーマルレード、3つのグループ各8人、合計24人でクリアを目指す、アライアンスレードなどがある。 このうち、インスタンスダンジョン、討伐、討滅戦は、ストーリーに絡んでいるものが大半であり、そのコンテンツはストーリーを進めていく上で、必ず通過しなければならない。討伐、討滅戦、ノーマルレードは口述の中難易度コンテンツに相当するため、局や零式といった高難易度をプレイしない、ユーザーのエンドコンテンツとしても機能している。 難易度はその名の通りユーザーが通常プレイでクリアできる程度に低めではあるがパッチ X0 でのメインストーリー最後の討伐・討滅戦はラストボスの扱いとなり難易度が若干高めとなるパッチ2.0時点では2段階目の難易度となっているノーマルと極の中間であるパッチ2.1以降からメインクエスト進行で解放される 討伐、討滅コンテンツは、魔を関するようになり、ノーマル難易度が廃止され、報酬も出現しなくなった。パッチ3、X の三頭陣は、それぞれのあだ名が当てられ、パッチ4.0から魔も関さなくなり、事実上廃止となった。一般的なゲームで言うところの、ボスキャラクターに相当する。パッチ2、X 時点では、3段階目の難易度となっている、ノーマル。 間に続く難易度である。極意フリートのように討伐、透滅戦につけられる難易度である。一般的なプレイヤーのエンドコンテンツに相当する。パッチ3.1で実装された装点幻想ナイツオブラウンドがあまりにも高難易度だったため、それ以降の曲は大幅な難易度調整が入ることとなった。難易度は偶数パッチで実装されるものは零式以下。 奇数パッチで実装されるものは0式1から2層相当の難易度である。報酬として武器、またはアクセサリーがドロップし、低確率でマウントがドロップする。プレイヤー8人で挑戦する高難易度レードコンテンツ。1層から4層まである。X0 X、X2、X4 の偶数パッチで1シーズンに3段階用意される。2019年7月現在で、 大迷宮バハムート、気候上、アレキサンダー零式、次元の狭間オメガ零式、希望のそのエデン零式が実装されている。熟練プレイヤーをターゲットとしたエンドコンテンツで、絶ほどではないものの適切な軽減バフでバフ合わせや、複雑性の高いギミック処理と火力を要求される。特に該当コンテンツ実装初期は、 ゼシリーズと同様にその時点での最高装備と、角助部の最大限の火力、最適な立ち回りや各種スキルの打ち合わせがなければ、投破は不可能である。週を重ねるごとに装備イールも上がってくるため、相対的にクリアへのハードルも下がってくる。実装時には、ユーザー主催のワールドレースが開催される。基本的には、ノーマルレードコンテンツを投破すると解放となり、 零式一層をクリアすると零式二層解放と続き零式四層が最後となる零式四層はノーマルレードには登場しない特別なエネミーが登場する次元の狭間オメガの場合で例えるとデルタ編ではネオエクスレスシグマ編ではケフカアルファ編ではオメガが登場する各層クリア報酬として実装から約7ヶ月の間 最高いる装備が手に入る。トッププレイヤー向けの最高なニードコンテンツである。実装直後は、長期的な固定パーティーが必須。ある程度期間が過ぎれば、攻略法が確立され固定に属さないプレイヤーでも、クリアが可能になる。ユーザー主催のワールドレース中は各チームが、インターネットで配信などをしている。ワールドファーストになると SN、SNS 等を通じて、 運営から称賛の言葉が送られる。敵の攻撃に対しての各種軽減スキルや、バフスキルデバフスキルなどのタイミング合わせも必須であり、なおかつ激しいギミックを処理しつつ、自身のジョブの最大限の火力を常に出し続けなければならない。誰かが戦闘不能になった時点で総崩れしやすく、うまく立ち直せたとしても、火力不足で投破は、 非常に困難となるため、8人全員が自身以外の7人の行動をロールを問わずに把握する必要もある。加減装備で、霊式前奏を踏破できるような技量を持たなければ、ギミック以前にまず火力の面で、先のフェーズに進むことすら、ままならないほどの難易度を誇る。直前に実装された霊式の最終奏をクリア、しないと、コンテンツが解放されないという制限もある。 クリア報酬は特別なレジェンド称号と絶当発射のみが所持することのできる光り輝く武器。当該コンテンツは他高難易度コンテンツと違い人数制限解除ができずプレイヤー8人が揃っていないと突入申請ができない上にコンテンツごとに設定されたレベル及びアイテムレベルにシンクされる。霊式を早期攻略するようなトッププレイヤーが クリアまで少なくとも100から200時間以上を要するため、ガツ単位で予定を組んでいる固定が大半であり、0式は踏破するがゼは挑戦しないというプレイヤーも多い。ハイランダー女性及び、ミコって男性、ルガディン女性については、新生、エフェフェクシブから選べるようになる。アウラ族については、エフェフェクシブ、装天のイシュガルドから選べるようになる。ビエラ女性、 ロスガル男性については、エフェフェクシブ、漆黒のヴィランズから選べるようになる。ビエラ男性については、エフェフェクシブ、行月のフィナーレから選べるようになる。ロスガル女性は6.0現在選択できない。プレイヤーは、ゲームスタート時に守護神を決めるが、現在は、特にステータスに関して差別化はされていないため、個人の自由で選択する。なお、 パッチ4.1以前では、守護神を選択することによって、属性の初期ステータスにボーナスを得ていたが、パッチ4.2で、属性ステータス自体が廃止となった。第70最後に12跡調査会と、救世指名が合併した組織。エオルゼア救済を目的として結成された。メインストーリーの主要組織とされ、冒険者に深く関わってくる。 それぞれ特定のグランドカンパニークエストを完了すると発生するメインストーリーイベント。ビッグスウェッジはたびたび暁の決命と協力する関係となる。シドは後のメインクエストで再開することになる。星の意志とそれに接触し得る、超える力について調べているという組織。本部はシャーレアンの本国北洋諸島にあるバルシマに置かれている。 赤月の決命に対して、知識、技術的、資金的援助を行っており、後ろ盾となっている。太古より、惑星ハイレリンで暗躍を続け、破壊と混沌をもたらす不死の存在。2010年12月10日付で、開発体制の変更が発表されている。ファイナルファンタジーエオルゼアカフェプロデューサー兼ディレクターの、吉田直樹とコミュニティチームの室内都市が、 時期、実装コンテンツなどを紹介する、ライブ放送。おおよそ月1回のペースで放送している。基本的には、スクウェアイニックス本社からの放送だが、出張版として、ゲームイベントや、FF14 単体の交流イベントとして、各地を回った際にその場所から放送することもある。PLL と同じ構成で、公開済みの時期パッチノートを読み上げるだけの、 ライブ放送。適宜補足説明が行われる。拡張パッケージのアーリーアクセス前日か、メジャーパッチ導入の前日に放送している。PLL と同じく、基本的には、スクウェアエニックス本社からの放送だが、それ以外の場所で放送される場合もある。2年に1度。日本では、東京にて行われる、ファンフェスティバル。 次期拡張パックの PR も兼ねて、北米、日本、欧州で行われる。また、運営元、もと、パッチリリース時期が違うため、同時開催はされないが、中国、韓国でも、同様に、ファンフェスティバルが開催されている。ありがとうございます。